はバランです。今日は夏らしい海をイメージしたピアスを作ってみました。この丸いパーツと涙柄のビーズが海の泡っぽくなったかなと思います。ぜひ作り方ご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、ビトラー油着色剤のディープブルー、コバルトブルー、ライトブルー、ブラックの4色です。今日はこの4色を混ぜて綺麗な色味をたくさん作りたいと思います。それから今日使うワイヤーは細めのワイヤーで24ゲージのものを使っていきます。今日はジャラジャラしたデザインなので、このチェーンと涙型のクリアビーズを使います。今日はこのワイヤーを丸いラウンド型にしていくので、こういった筆の曲線部分を使っていきたいと思います。もちろん丸の大きさは作る人の、好みに合わせて変えてみてください。今日はすべて均等な丸にするので、このマスキングテープの線に合わせて巻いていきたいと思います。この端からワイヤーを合わせて、ワイヤーを巻いていきます。こんな風に一周できました。そしたらこの重なっている部分5ミリぐらい残してカットします。同じように作っていきます。あとは超簡単です。丸やっとこを使って、この片方だけをつかみます。そうするとこんな感じで片方が丸くなりました。で、あとはイメージとして、この丸いワイヤーのこのワイヤーの先とこっちのワイヤーの先がくっつくようなイメージでちょっと調節してあげます。今回はこの片方のワイヤーをこうやって巻いて仕上げることもないので、丸やっとこで丸を作るだけです。とっても簡単です。
でピアスが完成しました。今回は海の泡をイメージしてピアスを作ってみました。もちろん一緒に入れるビーズはクリアでなくてもこういったパールタイプでも合うと思います。ビーズを入れることでこのパーツをたくさん作らなくてもちょっとかさ増しになるので使ってあげると楽かもしれません。もちろん使わずにこのパーツだけでも絶対可愛いと思います。であと今回試作としてこの2パターン最初に作っていたんですけど、これが中にドライフラワーやゴールドホイルを一緒に入れてみました。こっちのデザインは以前に作ったこのモールドを使わずにクリアファイルの上でレジン液を流して形を作るデザインを今回ドライフラワーやゴールドホイルを一緒に入れてみて作ってみたんですけど、このドライフラワーたちの入れ方をもう少し工夫すればよかったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこの透明感が薄れてしまってあまり可愛くできませんでした。なのであえて今日は何も入れずに本当にこのビトラーユの着色剤のこの透明感の美しさだけで仕上げてみました。ということで今回は海の日だったので海の泡をイメージしてピアスを作ってみました。もしこのピアス可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。また次回の動画もぜひご覧ください。ありがとうございました。